誰にでも好かれて順風満帆に生きているように見えて、あと彼は均衡法制な人間なのかっていうと、そういった部分をですね、マンホールに落ちたっていうその極限状態を利用して表の顔と裏の顔っていうのを、はい、以上です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日はハッシュタグマンホールです。熊切和義監督です。まあ、のんこ36歳っていうのと、無国とかですね、まあ、あるんですけど、まあ、僕、すごい好きな映画があって、光の音色ザ・爆音フィルムっていうんですけど、まあ、僕、日本で一番好きなバンドがザ・爆音っていうんですけど、そのバンドの、まあ、そのライブを映画化しようっていうのが、まあ、あったんですけど、映画館でやるんだったらもっと別の形がしたいっていうことで、ライブ映像と、まあ、無声映画っていうか、まあ、そのセリフのない、まあ、映像を組み合わせて、まあそのまあ、一つのドラマとその音楽っていうのを掛け合わせてっていう、まあ、そういったものを作ったっていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、年に何回か見るっていうぐらい結構すごい好きな映画なんですけど、まあ、なのでその熊切和義監督の映画が、まあ、出るぞってなったらですね、それは行くよという、まあ、ことなんですけど、今まで の映画 そのテイストっていうのとは、まあ、今回はなんか全然違う感じというか、まあ、主演がいと中島裕翔さん、平成ジャンプの人なんですけど、まあ、ということで、まあ、いつもの鑑賞後に僕がツイッターにアップした文章ですね、喋ります。監督が一貫して撮り続けている、主人公の首根っこを掴んで、お前は何なんだを今回も突きつけてくる。マンホールに落ちてから始まる絶体絶命の連続、落とし入れた犯人はすぐ近くにいる。そうかける SNS 的孤軍奮闘大脱出作戦、実写ライアーゲームの要素が隠しきれない。ということで、実写ライアーゲーム、ザ・ファイナルと、リボーン再生ですね、あれの脚本をした方なんですね、岡田道隆さんという方なんですけど、まあ、マスカレードホテルとかですね、マスカレードナイトとかですね、そっちもやってるんですよね。まあ、その方がまあ今回原案と脚本をしたという、まあ、ことですね。でそれを映像化するにあたってですね、やっぱりその熊切和義監督がまあ適任だったということで、タッグを組んだということだと思うんですけど、まあ、そこに関しては適任だったなというふうには思います。この映画と99分しかなくて、まあ、すごい短いんですよね。前回、まあ、レビューしたバビロンの半分しかないっていう、まあ、ぐらいなんですけど、そのソーとかキューブみたいにそのワンシチュエーションの、まあ、ソリッドシチュエーションスリラーっていう、まあ、ジャンルになるかなとは思うんですけど、限定的なシチュエーションで、まあ、いろんなことが起こってくるっていう、そのアイデア勝負な部分っていうのもあって、でそれプラスその、まあ、ラストで結構いろいろ予想外なことがどんどん起こってくるということなんで、まあ、基本的にそのネタバレ厳禁の、まあ、映画になってるかなと思います。なので後半の方で、まあ、ネタバレありで最後の方がどうだったっていうのは喋りはするんですけど、見てる人しか分かんないような言い方をするというか、見てない人からしてみれば何を言ってるのか全然分かんないみたいな感じになると思います。まあ、ここではまあネタバレなしで、まあ、一応話をするんですけど、まあ、その主人公 その中島裕翔さんがですね、まあ、結婚式前夜で、まあ、友達に呼ばれて、まあ、パーティーというか、まあ、ワイワイみたいな感じでワイワイやっていって、で最後帰ろうとしたら穴に落ちてしまって、 GPS 見たら、まあ、渋谷なんですね。だから、まあ、警察呼んで渋谷でマンホールに落ちてしまったんでっていうことを言ったんですけど、まあ、警察から全然連絡なくて、でやっと電話がかかってきたと思ったら、どこにもマンホール空いてる形跡がないですって言われて、 SNS を使って新しいアカウントを作って、マンホール女っていうで名前をつけて、脱出方法を考えてます、誰か助けてくださいっていうのを拡散して、みんなでいろいろやっていくという、まあ、そういうふうにその、まあ、いろんな人の知恵を借りながら、その、まあ、時々起こってくるそのなんかやばい状況とかを、まあ、なんとか回避しながら、この状況は誰かに陥れられた状況なんだっていうことが判明して、そうプラスやっぱその SNS っていうのを使って、そのどうやって脱出するのかっていうことですね。それで、まあ、その熊切和義監督の、まあ、良さというか、まあ、その監督がやってきてることっていうのが、まあ、自然とにじみ出てるというか、まあ、脚本上多分そういう風な流れだったとは思うんですけど、このマンホールに落とされたという状況から、この主人公 その内面というか、その人間性みたいなものがすごい出てくる。そして自分自身、お前は何なんだっていうことを問い直されるというか、監督のフィルモグラフィーとやっぱ照らし合わせても、まあそういった流れになってきたなっていうことで、まあ今回もそうだったなっていう。で、まあ今回この主演を中島裕翔さんは、その平成ジャンプですね、そのジャニーズの人をまあ起用してるっていうことですね。それが今までその熊切和義監督のなんかやってきたこととはちょっと違うんですよね。そのジャニーズの
人を主演にするっていうことは、まあ、今までなかったわけですけど、まあ、だけどこれそれがまあ今回すごくうまくいってるんですよね。主人公が不動産屋の、営業マンなんですね。それで結構営業成績とかも良くて顔も良くて、で結婚間近である、結婚式前日であるっていうことですね。なんか全てがうまくいってるように見えてっていう感じで、そのうまくこう人生を渡り歩いてるんだろうなっていう感じなんだけど、まあ、そういうふうに、まあ、誰にでも好かれて順風満帆に生きてるように見えて、じゃあその彼はその信仰法制な人間なのかっていうと、まあ、実はそうじゃないっていうこといった部分をですね、その、まあ、マンホールに落ちたっていうその極限状態を利用して、その表の顔と裏の顔っていうのを照らし合わせて、主人公のその本性っていうのがこう浮き彫りになっていくというか、なんかそういう部分っていうのがすごくよくうまくいってるなっていうのと、そのそれをさらにその SNS っていうかそのツイッター的なものを使うことによって、まあ、最初はマンホール男ってしてたんですけど、やっぱりやめたって言ってマンホール女にしてアカウントを作るんですよね。まあ、それは男よりも女の方が反応がいいからっていうことですね。まあ、それはまあ、往々にしてあるかなと思うんですけど、そういったその自分とは違う別の顔で人の前に立つとかですね、まあ、そういった夢も、まあ、最終的に全部うまいことを噛み合わさっていくから、要素要素の使い方とかすごい良かったなと思います。ということで、まあ、ここから先ネタバレありで話をしていきます。まだ見てない方はですね、一応ここから先を聞いてもですね、多分何を言っとんのやらっていう感じにしかならないと思うので、まあ、なるはやで見に行くといいかなと思います。まあ、やっぱりその全体的にそのスリラー部分というか、そのなんかこうまずいまずいみたいになっていくっていうアイデアとかはやっぱ一つ一つはすごい良かったと思うんですね。まあ、途中で爆発を起こるんですけど、その爆発を起こるところがそうなるのかっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、そういったそのまあ細かいことはあると思うんですけど、まあ一つ一つの要素は良かったなと思います。全然飽きずに見れるっていう意味ではすごい良かったと思うんですね。なんですけど、まあ、正直やっぱりその、まあ、今回このマンホールに落ちたということで、それが誰かの差し金でこうなってしまって、自分は今落とし入れられてこうなってしまったんだっていうことですね。でその原因が何かっていうことを突き詰めていくと、やっぱり主人公が何か悪いことをしたのかとか、なんかあったんじゃないかとかですね、恨みを買ってしまったんじゃないかっていうのがあるわけですね。そのイケメン社員でその仕事もできて、その結婚間近であるっていうことをですね、であったり、その、まあ、いろんな女性と付き合ったりっていう風なことがなんか見え隠れとかして、やっぱり誰かに恨まれてるんじゃないかとかですね、まあ、そこの理由付けをしてくれたらよかったなと思うわけですよね。主人公がなんで落とし入れられることになったのかっていうこと、その原因っていうのが正直そのマンホールに落とされるとか、新宿にいると思ったら全然違う場所にいるとか、それをさらに上回ることを実は主人公がやってたっていうのがあって、結果その主人公がやってることが、そのこのハッシュタグマンホールって映画の中で一番やばいことしてたっていうのが判明するわけですね。それに対しての復讐になってたっていうのは、まあ、正直ちょっとはあって思ってしまった部分はあるわけですよね。主人公がやったことっていうのは実はすごく小さいことなんだけど、それが積もり積もってこんなことになってしまったっていうふうに、マンホールにその落とすっていうその犯人側のその動機とかそのやり方っていうのでこう驚かせてほしい部分はあったんですけど、その主人公がそのマンホールに落とされるその計画以上のことをやってるんですよね。結局そうなっちゃうのかっていうか、結構もうその力技なんですよね。それがちょっとなんかなと思ったんですよね。そのマンホールに落ちたらどうやって脱出するんだっていうのが、まあ一番なんですね。その次にその手段として SNS があるっていうことなんですよね。だからその SNS との成りすましと、主人公が人を殺してそいつに成りすまして生きてるっていうことっていうのはが一番になってしまってるんですね。だからそのマンホール、ここの部分なんですね。マンホールに落とされたらどうやって脱出するのかとか、そのなんでそういう計画を立てたのかっていう、ここマンホールの部分が一番重要なんですけど、 SNS の部分が一番重要になってしまってるっていう風になってて、そこじゃないんだけどなってちょっと思っちゃったんですね。整形しますなんですけど、なりすますにしても、整形してもそのなんかダウンタイムとかでその包帯ぐるぐる巻きになって顔が腫れたりとかするわけですよね。その包帯が取れるまでってやっぱ時間かかるわけで、その就職が決まりましたって言って辞めてる人なんで、まあその新卒とかでその会社内定取ったりとかしたら、結構密にその会社とのやり取りとかあるわけですよね。入社前とかでも何回も呼び出しとかあるわけで、のを全部回避して、何事もないようにその別人になりすますっていうことって、まあできないよねとはまあ思うわけですよ。
まあ、やっぱりその全体的にその要素と要素のつなげ方とか、そのまあ比喩とかそういうのはすごい良かったんですけど、ただやっぱその最終的に主人公のその素性っていうのがあんまりにも飛び道具すぎて、もうそれやったら何でもありだよねっていうか、今まで考えてたの何だったんだろうなっていう、本当に普通にあのイケメン営業マンの裏の顔がえぐかったぐらいの話で良かったと思うんですよね。そのまあ全部主人公が悪いじゃんなんですけど、主人公が一番おかしいんですよね。犯罪に手を染めてない、そのなんていうか、人を陥れて出世していくとか、そういった部分のその人間のエグさっていうのを欲しかったんですけど、もう普通に犯罪で人殺してるんですね。まあ、人殺してる人間がその殺されるような目に遭うっていうのは、それはもう本当に普通の因果応報で、そのプラマイゼロなんですよね。だからすごいことはしてるんですけど、プラスになってないんですね。だからそこがまあもったいないなって。まあ、ということで、まあ、その、まあ、あの、結末の部分というか、まあ、種明かし部分っていうのが、ちょっと、あれってなってしまうんですけど、だけど、やっぱ、その、日本の中で、今、その、やっぱ、ホラー映画とかって、その、まあ、リングとか、もうずっと続いてるんですけど、ホラー表現っていうのが、もう、一周回って逆になってしまってる現状って結構あるんですけど、だけど、まあ、今回のこの、マンホールに関しては、結構、やっぱ、いい線いってるんですよね。だから、まあ、今後考えると、やっぱ、可能性として、すごいいいところまで来てるので、あの、レジェンド級の人たち、と比べたら全然マシです。それを考えたら、まあすごいおすすめですとは言えるかなっていうレベルになってると思います。ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕自主制作映画作ってるんですけど、それの予告編が90秒流れます。ラブソングに捧げられた恋人たちというタイトルで3月15日に無料公開します。でネクストチャプターなので前作があります。でそれも無料公開してます。で90秒の後に1分間のダイジェストの動画が流れるので、お時間ある方や興味を持った方はですね、そっちに行っていただければなと思います。ということで終わります。